今日はケーブルカーの日です。ケーブルカーはい、今日はケーブルカーの日だそうですね。ケーブルカーって何？こう引くやつじゃないの、ケーブルカーって。今日はけいくんのリハビリですね。最後の日になるかもしれないです。今日合格したらもう言語聴覚のリハビリが終わりということでした。けいくん、自信はありますか？テストに合格できそうですか？実はですね、けいくん、先生のところに行くのがね、亡くなるとちょっと寂しいっていうことで、言語聴覚士の先生が大好きみたいなんですよね。だからまだ続けたいって本人は言うんですけどねえ、そういうわけにはいかないですからね。もうけいくんはちゃんと発音ができるようになったらもう卒業っていう話でしたので、で今日ですね、テストをするんです。つとず、さしすせそはもうね言えるようになってるのよね。でつとずがちょっとね10になったり、なんかちょっと発音がまだできてないみたいなので、今日テストをして、それが合格だったら今日で終わりになります。じゃあけいくんお願いします。つず、いいですね。はい、じゃあ行きましょう。けいくん、はい、意気込みをどうぞ。今日は僕テストをやりません。やらないの？なんで？寂しいから。寂しいの？けいくんがですね、元気がないんですよ。先生とお別れするのが嫌みたいでですね。けいくん、じゃあ先生に言ってみなよ。僕はまだ続けたいんですって。いいの、言わなくて。はい、落ち込んでおります。でも今日頑張ってね、テストね。つとずちゃんと言えたら合格だからね。もう行かない。なんで行かないの？あんたが行かないと始まらないじゃないの。先生大好きなの。そうね、先生も喜ぶが、そんな言ってくれたら。そう、さしすせそとざじずぜぞざざ。これからお願いします。メガネ、みかん、太鼓、時計、テレビ、猫、人参、カニ。これマグロだっけ？魚です。魚。セミ、スイカ、椅子。椅子とテーブル。机。机か。ジョン。ジョン。衣。110番。蝶々、ジュース。すきれいだったね。はい。自転車、風船、ハサミ、冷蔵庫、アヒル、鉛筆、ウサギ、最後、犬。はい、いいです。じゃあこれで全部ね。で、ちょっとね、今から先生の真似をしてお話ししてね。はい、じゃあまずセミ。セミ。机。机。ズボン。ズボン。ズボン。冷蔵庫。冷蔵庫。はい、じゃあテストは終わりましょう。さしすせそとざじずぜぞ。すがね、少しだね。もうちょっとですね、本当に。もうちょっとですか。全くね、言えないわけじゃないんですけどね。言葉によってやっぱりこう音が置換するんですよ。例えばセミがセミになったりとか、そのセとシェの中間ぐらいなんですよね。だから上手にセって言えるんですけど、そう言えるけど言葉になるとセミ。今のセはとってもいい。それはセミはセミはセミって言ってる。今の机を。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 今の通常だったね。あとはズボン。ズボン。ズボン。ズボンは。ズボン。ズボン。今のすっきり。今の上手。こういうふうに、だから今。刺激をすれば上手に言えるようになってる段階で、例えば自分で「ジュボン」って言って「ああ違った、ズボンだった」して言い直しができるぐらい自分の耳がだいぶ鍛えてくる。だいぶもう一回してもいいかな。はい、わかりました。あと1回、2回、あと1回来て。2回来るって、はいはい。分かった。それで卒業かな。そうですね。わかりました。はい、では真似してお話ししてください。まずさ、朝、いさ、うさ、えさ、おさ、らさ、りさ、ます、みす、むす、あせ、いせ、うせ、えせ、おせ、何それ。最後ね、あそ、あんたが言った。あそ、るそ、れそ、れそ、れそ、ろそ、ずだけやろ。ず、ず、ず、ぜ、ぜ。おお、それ上手。ず、ず。うん、今の続きが。ざ、ざ。ゼロ挟んでね。ザザザザ。チョコをほっぺたに入れて。ザザ。もう一回やってみて。ザザ。今のはどっちがか。ザだった。ザだった。ザだった。もう一回。ザザザザ。上手よそれ。すぐ忘れないで。ザ。じゃあこれ。いいけど、勢いつけないで。ザー。こうしないと無理。本当だね。ザー。だんだん小さくしてってね。ザー。小さくしてね。ザー。あ、そうそう、いいものいいじゃん。ザー。うん、いいよ。ザ。ザ。ザ。うん。はい、今日の練習は終わります。今リハビリが終わりました。けいくんどうでしたか？リハビリ楽しかった？あと2回あるから。うん、だからよ。テスト合格せんかったねあんた。よかった。よかったってもう。いやでも結構間違えてたね。うん、わざとじゃないくて本当に間違えてた。本当に間違えてた。まあまあ頑張ってね。少しずつだけどね。耳を研ぎ澄まして頑張ってください。お昼はマクドナルドです。食べていいよ。エグチバーガー。エグチね。でかい。分かったね。けいくんお医者さんですか？うん。おいしい。コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくね。